なった人の魂っていうのは、まあ、いつまでも残ってるんだなって話なんですね。私、廃墟巡りが趣味で、先日もあの山梨県のとある山奥にある廃墟に行ってきたんですけど、なんでそこがその廃墟になってるかって言ったら、3階建てのすごいでかいお屋敷なんですよ。で、まあ、そこで火事があって、3階の一番奥の寝室の、まあ、そこで6歳の少女が逃げ遅れて亡くなってしまった、これが実際にあった事件なんですけど、まあまあそこに車を飛ばして向かいまして、まあ、廃墟の前に着いたらでかいんですよ。すごい不気味なんですよ。で、まあ、玄関からドア開けて入っていって、まあ、真っ暗で、うわ嫌な感じするなと思うんですけどね、1階ダーッと見て、で次2階上がっていって2階バーッと見て、でもな、怖いのが怖いんですよ。怖いのは怖いんですけど、霊的なものはあんま感じないな。でも3階の階段タン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 と上がっていっている時に、すげえ臭い匂いがしたんです。事件があったって20年以上前なんですから、今焦げ臭い匂いがするわけないんですよ。うわこれ怖いなと思って、でもまあまあせっかく来たんだからと思って探して、その問題の少女が亡くなった寝室に入っていったら、より焦げ臭い匂いがするんです。だからどこでそんなこんな匂いがするんだろうと思ったら、窓際のところで一番強い匂いがするんです。あ、これは少女が最後この窓に向かって外に叫びながら亡くなったんだ、そんな強い気持ちがそこに残ってるんだ、そう思った私ね、手合わせて、どうか成仏してください強く祈ったんですよね。そしたら少女の声が聞こえてきたんですよ。おばあちゃん、おばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃんって言ってるんです。おばあちゃん、おばあちゃんの消防署に消防署員のホースが短くて、それを恨みに持ってまだ成仏できてないんです。そう気づいた私はバッとね、長い、もっと長いホースがないかと思って探したんです。3階2階探しても全然ないんだ。1階まで探して行って物置の奥の方に消防用の長いホースがあったんです。私これ急いで持って帰ってガーッと3階に上がって窓際にバッと手を挙げておさらいした、これで成仏してくださいって言ったらね、また少女の声が聞こえてきたんです。ありがとうと言ったんです。やっぱりそうだったんです。おばあちゃんの消防署員、おばあちゃんの消防署員、少女も喜んでおばあちゃんの消防署員楽しそうに歌ってるんですよ。おばあちゃんの消防署員コースが長くなったから、おばあちゃんの消防署員、それでやっと成仏してくれる。コース短い短いんだ。